シビックタイプ R にですね、タイプ R ユーロっていうのが日本に上陸しました。3ドアのハッチバックですね。これはですね、日本で作ってるんじゃなく、ヨーロッパ、イギリスでですね、生産してまして、今回は、逆輸入っていう形なんですけど、2010年ということで2010台という、限定の、逆輸入車になっていますね。タイプ R ということで、足からエンジンまで全て向こうではやってあるということなんですが、日本で作ってるこの4枚ドアのタイプ R、それに3ドアのこのハッチバックのねタイプ R、どういう違いがあるのか乗り比べてみたいと思います。ヨーロッパでは2007年デビュー。そのスタイリッシュなエクステリアですでに高い人気を得ている。この3ドアボディのプラットフォームはフィットと共有しているため、サスペンション形式はタイプ R シリーズ伝統の4輪ダブルウィッシュボーンではなくなるが、専用のザックス製ダンパーによって高次元なハンドリングに仕上げられているという。そして長距離のハイスピードツーリングがメインとなるヨーロッパのステージに合わせ、部分的にレジェンドクラスの遮音材を使用。心地よいサウンドだけがドライバーに届くようにチューニングされている。シビックタイプ R ユーロの乗り味はどんなものか、服部直樹がインプレッション。そうですね、やっぱもう日本で走ってるというか、国産タイプ R に比べりゃこうなんつうかな、かなりイメージとしては違うかな。あそこまでスパルタンな感じはない。だから正直こうステアリング切った時も全然追従性いいし、これいいんだけど、この現状ワインディングでどっちが気持ちよくっつったら、やっぱ、4枚ドアの、タイプ R の方が気持ちいいのかな。ただね、すごい足粘ってくれるし、これはこれでありだね。どうしてもタイプ R の問題点としては硬すぎるという声もあると思うんですよ。もちろんこの走るシチュエーションがね、いつもこう気持ちよく走る道ばっかじゃなく、こう一般道も使ってるっていう場合は、このぐらいのこの硬さっていうのはすごくいいですね。ただエンジンパワーも、これ201馬力ですね。その代わりノイズとかもすごい変わって、どちらかっつうとこうスパルタンなとこを全部マイルドにしてくれた、なおかつ足はちゃんとこう基本となるこう曲がる部分、ドライバーの、意思で曲げてくれるっつうとこを残して、これはなかなかいいんじゃないですかね。日本のね、4枚ドアのタイプ R をの走りをイメージしてもらうとちょっと違うな。だけどこれもエンジンも気持ちよく回ってくれるし、ただちょっとさすがに、4輪ウィッシュボーンにはちょっとかなってない、特にこの継ぎ目のとこはね。このベストモータリングのフィールド、サーキット並びにこのワインディングっていうところで考えると、タイプ R、ジャパニーズタイプ R ですねっていうのがやはり足の良さ、タイヤも含め車の軽さ、全ての面でやっぱ一番こう適してるっていうかね、ワインディングサーキットっていうのはそういう感じしますね。もう気持ちよさとしてはやっぱタイプ R のいいとこはすごい出ちゃうフィールドです。それに対して、このタイプ R ユーロ、実際はですねすごいいいんですよ、悪くないと思う。例えば自分で曲げようとするとその辺ちゃんとこう答えてくれる、そういう部分をして、エンジンのねそのフィールすごくこうなんていうかな、谷がないまま引っ張ってってくれるっていう部分、あるんですけど、今日のこの比較で言うとやはり60キロの重たさっていうのもどうしても出てる部分ありますし、プラスサスペンション、ストラットリジットっていうこの組み合わせ、
だとどうしてもこう例えばアンジュレーションの時のね車の飛びっていうかそこへの追従性っていうのがやはり差は出てきてます。ただ完成度としてはかなり高い、ワインディングだけじゃなくいろんなフィールド、まあ、一番こう使うであろう、 こう街乗りの部分ですねっていうのも全て考えるとオールマイティなのはこの、タイプ R ユーロじゃないかと思います。あと俺はやっぱりシビックといえばこの3枚ドア、このスタイルっていうのは気に入ってます。いいです、正直。だからこれにですね、まあ、こっちのサスペンションプラットフォームをこううまく移植してくれて、タイプ R ユーロじゃなくやっぱ3枚ドアの、ジャパニーズタイプ R、もうガンガンのこうすごい尖ったね、車を出してほしいなっていう気はしますね。